おお、君は。る。人生の落語者。いや、アス・ビジェルドじゃないか。偶然だな、こんなところで会うなんて。もう言ったさ。ほら、僕の顔が光り輝いているだろう。嫌な言い回しをするな。オリーブ油を体に塗って男前になったと言ってくれたまえ。それより君も式の下調べをしに。別に僕は努力家なんかじゃないぞ。天才は努力なんてしないものなのだ。それはだな。そう、陛下のお姿を少しでも拝見できればと思ってのことだ。僕が騎士となった暁には何かしらの因縁をつけて歩兵隊にでも飛ばしてやる。陰険だと？僕は日々我がビスター家の名に恥じぬよう生きているというのに、なんだその言い方は。そういう君の家は下級貴族だよな。そうそう、聞いたぞ。なんでも半年くらい前に当主が亡くなったらしいな。らしいな。よかったじゃないか、死んでくれたおかげでそうなれて。怒るなよ。諸子だった分際で当主になれたんだから幸運じゃないか。にらむなよ。僕は本当のことを言っただけじゃないか。まあそこまで言うならそうしてやっても構わないぞ。しかし当主というと大層な感じがするが、実際のところ君の家はメイドの一人も雇えないような状況らしいじゃないか。強がりよ。でも案外そういったことが幸運を呼び込むことになるかもしれないな。父親を亡くし家を背負わなければならない身になってしまった君に、世間は同情的だということだ。今回の入団試験も運が良ければ同情で受からせてもらえるかもしれないな。せいぜいその可能性にかけることだな。叙任式まで神殿でひたすら願をかけ、神に捧げ物をしていればいい。ん？なんだ？ああ！何を！耳を引っ張るな！やめてくれ。引きちぎれる。なんてやつだ君は。あそこにいる衛兵を呼ぶぞ。不愉快だ。僕はもう行く。
る？いらっしゃいませ。さ、ずずっと奥へ。ありがとうございます。
の変人。どうだか。クレアシスターだ。いや、なんでもない。まあいいだろう。どうせダンの人間ではないのだから。それより、ここでお前は一体何をやっている？何も用のない者がこの辺りをうろつくのはあまり褒められたことではないぞ。団長に一体何の用だ？ロケット？そういえば団長はこれをいつも大事そうに持っておられたような。ああ、なんだろう、妹がいるだのといった話は聞いたことがないが。恋人？バカを言うな。仮にも騎士団長たる方にそんなものがいるわけないだろう。女だの男だの言ったものにうつつを抜かしているようでは、少なくとも高潔たる魂とは言えないな。何か文句でも？余計なお世話だ。あいにくと私は充実した時を過ごしている。これ以上の余計なものなど私には必要ない。なんだその返答は。まったく尺に触る男だな。まるで私に恋人がいないことが悪いみたいじゃないか。だったら初めから余計なことを言うな。それよりお前の名はアスリジェルドというので合っているな。名の方はともかくとしても、姓の方には聞き覚えがあったからな。リジェルドというのはやはりあのリジェルドだと考えて構わないのか？その半年ほど前に当主が亡くなったとかいう。やはりそうか。実はお前と別れた後にそのことに気づいたのだが、しかしあの方がお前の父親とは、これも縁というものだろうか。ふざけろ。ただお前の父親と私の父が同じ騎士団に所属していたことがあるという話を私はしたかっただけだ。なんだかないだろう。なんだわ、これも神のお導きくらいのセリフは言えないのか。お前にはなんだかそれはそれで腹の立つ言葉だな。そんなことは言っていない。ただ地方で起こった騒乱を治めに出向いた際に怪我を負ってしまったのは残念だと。親子
傍から見れば似たようなものだ。あ、でも確かその後に考古学の道に入ったらしいな。国からその才能を認められるほどだったとかなんとか。しかしたとえ一回とはいえ、あの十賢者の一人に数えられている術師ジーナと行動を共にしたのだから名誉あることだ。そういえばそんな話も父から聞いたような。その後あまり表に出てこず付き合いもなくなってしまったと。そんな言い方、父親を尊敬していないのか。私は父を誇りに思っている。あのボルドとの戦いにより戦死したことも含めて。つまらない話をしてしまったようだな。忘れてくれ。ではな。あ、団長だったら夜には弊社に戻ってくるはずだ。そろそろ日が暮れるだろうから行ってみるといい。